そういやあいつの出身地って知らないな。言葉は関西じゃないから関係ないのかな。いや待てよ、三重って関西だっけ中部だっけ。次は許さへんで。南港の海は冷たいで。わかるだろう。オレンジ色のパックでメロン味だとややこしくてしょうがない。だね。これ美味しいよね。果汁ジュースは 100% に限る。人のもの取っといて何が 100% に限るだよ。お前泥棒か。なん。言わないで。お前の方こそわけのわからんところで吹くな。だってそれはまた喧嘩してるの。あ、ちょ聞いてよゆかり。さつきが危なくてしょうがねえんだよ。危ない？何言ってんのよ。暇さえあればオレンジ飲んでるあんたにんなこと言われたくないわよ。お前おいしいよねってさっき言った。宗一くんオレンジ好きだもんね。まあな。知ってるかさつき、オレンジジュースってのは実はスーパーサバイバル飲料なのか。お？サバイバル？人間が1日に必要なエネルギーと栄養素のほとんどがバーガー6個とオレンジジュース2杯で取れるんだ。それのどこがサバイバルなのよ。いいか、ということは1日にバーガー60円 ×6 個の360円、オレンジジュース120円 ×2 杯の240円、締めて600円で生きていけるということだ。一月わずか18,000円。へーへー、うん、これこそ懇意のコンビニ店員から弁当の期限切れを横流しなどの裏技を除けばおそらく最安値サバイバル術。すごいね宗一くん。
術とか叫ぶほどすごかないよ、ゆかり。なーに、サバイバルとか言い出すからどんなご大層なご講義が聞けるかと思いきや、いつもの貧乏自慢じゃん。何を貧乏なら負けないよ。調理されたもの買ってちゃダメよ。素材から、そう、まずは素材から。かいわれとネギは自家栽培。自家栽培？栽培！最強のヒーローはキャベツよ、キャベツ。キャベツさえあれば人は生きていけるわ。キャベツさえあれば生きていける。いい？要するにキャベツ食べてビタミン取って炭水化物、そう、つまり米でカロリー取れれば人間は生きていけるわけ。そんな極論な。お米はね、高いものは高いけど安いものはびっくりするほど安いの。いざとなれば実家に送ってもらう裏技もか。それは反則だろ。キャベツも安売りの八百屋さんに頼めば売れ残りのちょっとしなっとしたのが鬼のように手に入るわよ。それも反則。勝つためには手段は選ばん。どっちかってと負けてる。正義レッドなのに。うるさいな。そんなね、1ヶ月に食費に2万近く使うなんて十分に贅沢だっつってんの。つってんのって、お前普段のあの弁当、あんなもの月2万じゃ無理だろ。うん、うんって、あれどのぐらいかかってんだ。だいたい、あ、まあそれは秘密にしとこう。気を使わせちゃ悪いからね。まあ大した額じゃないよ。それはいいけどさ、あんたバーガークイーンで頼むときさ、たまには違うものを頼みなさいよ。いつもハンバーガーとオレンジジュース S じゃん。180円で長時間居座ってさ。お前だって大して変わんないだろ。いいんだよ、ああいうお店はそういうお店なんだから。あたしたちポテトとかサラダとか頼むもん。わーったわーった。じゃあ次行くときは違うオーダーするぜ。総一くん、何を頼みますか？ハンバーガー一つと水を所望いたす。
言い訳くさい。よし。合言葉は？川。先に山だよ。どう？調子。悪くないわ。良くもないけど。そちらは？俺はエディに任せっきりだからさ。いいえ、あなた。俺？まあ、いつも通り今日も学校で遊んでた。楽しそうね。ごめんね。楽して。いや、あなたは動かない方がいいわ。あなたを見てるハイエナもいっぱいいる。ま、ね。本当は楽してるだけだけど。エースは勝負できるものよ。 ID13 とは逆だね。もう調べたの？さすがミスターエディ。ご機嫌損ねた？いいえ、悪い話は聞かないでしょ。すげえ自信。そうだ、リサ、取り立てで急ぐことある？ん？いや、特には。息抜きに、お茶でもしようか。いいわね。あなたが誘ってくれるならサボってることにもならないし。別に俺が命令する立場にあるわけじゃないさ。どこ行く？希望ある？おごるよ。シェ・オガワ。もうちょっとだけ安めのお店をお願いします。牛丼屋とかどう？いいわね。なみなみ卵味噌汁。お進行は？コストパフォーマンスが悪いわ。紅生姜で十分。しょうがないな。まあゆっくりできないし、あそこ喫茶店系がいいんだけど。ラディッシュは避けましょう。リサは目立つしね。じゃあ、1600ブロック25 C の8中央のストリート沿いに集合。了解。復唱は必要？時計合わせまでやるかい？4 3 2 1、ゴー。1時間ずれてるとかのオチはなしだぜ。現在時刻1535。それならそれでワクワクして待ってるじゃない。すげえ自信。あなたをよ。
や。はい。待った。時間2分前よ。集合時間なんて関係ないさ。君を退屈させたんじゃないかと心配でね。退屈じゃなかったわ。あなたがまたどんな変な登場の仕方するか考えていたから。やっぱり背後からいきなりワンツーが良かったか。嫌味な人。しまった、バラの花束忘れた。代わりにおごって。いいよ、どれでもどうぞ。総一、よくわからないわ。何が？種類がありすぎて。普通の頼めばいいだろ。バニラとかチョコとか。頼み方もよくわからない。フレーバー選んでコーンかカップか告げるだけだよ。ダブルとかトリプルとか。フレーバーを追加するだけだ。なんて複雑なシステム。そうか？いいのかわかんないよ。和風のとかカロリーが低くておすすめだよ。抹茶とか。んじゃ任せるよ。じゃあじゃあ抹茶と小豆と黒ごま。カロリーが低くない。お、2本。お前もかい。は、私の棒を忘れていたよ。3本。ごめんなさい、4本。よし、わかった。俺に任せろ。あ、すいません。抹茶と小豆と黒ごまとバニラ。じゃあグレープも。それにイタリアンエスプレッソ。カップじゃなくてトリプル2本で。全部わかってんじゃないか。総一、男らしい。うっせえ。おいしい。うまいね。普段あまり食べない？アメリカってアイスの単位が1バケツ2バケツだろ？ローファットばかりよ。あんなまずいもの発明した人間を吊るし上げたいわ。ああ、アメリカには脂肪分カットフリークが多いもんな。甘くて美味しい。でも世界中飛び回ってるんだろ？ヨーロッパにはうまいアイスがいくらでもあるじゃないか。ベルギー、オランダ、フランス、イタリア。私はアジア中心、知ってるでしょ。ま、ね。
ここにはよく来るの？全然、久しぶり。リサは？私も、かなり久しぶりよ。一人では入りにくいお店ね。だよな。何、リサ、彼氏とかいないの？嫌味な人。本気で聞いてんだよ。残念ながら、今はいないわ。あ、ってことは、振られたて？嫌な人。悪い悪い、つまんない質問だったね。嘘、今はなんて気取りすぎね。今も昔もあまりそういうことに興味がない方だから。男に？恋に？両方。もったいない。お世辞ばっかり。お世辞じゃないよ、真面目にそう思う。リサみたいな美人が色恋に興味がないなんてもったいないね。少なくとも一人幸せになれる男が減る。私みたいなのと一緒にいてもつまらないわよ。話題はないし、趣味はないし、女らしいことは何一つできないし。取り柄といえばローキック、あとシューティングもそこそこ。そういう総一は知ってるだろう。マイヒル両手に花。どっちが本命？どっちでもない。やっぱり。何が？総一は見かけによらずシャイね。君に言われたくないよ。待ってるわよ、両方とも。なあ、ほな。いくら私でもあなたよりは女心がわかるつもり。やめてくれよ、明日意識しちまうだろう。いいんじゃないの、それも。俺には仕事があるんだ。恋とか愛とかそういうのはもっと先の話さ。ごめんなさい、壊したくないものは誰にでもあるわね。いや、気にしないでくれ。臆病なのかも。総一は臆病なんかじゃないわ。倒れる時には必ず前向きね。嬉しい褒め言葉だけど、一つ間違ってる。何を？俺は倒れない。すごい自信。出なきゃ君とコンビは組めないよ。総一がシャイなだけよ。その気になって一言言えばどちらも飛びついてくるわ。そうか？あの二人はちゃんと感じてるわ、あなたの魅力を。そうかな。俺こそ取り立てて取り柄のない男だよ。話題はないし、趣味はないし、男らしいことは何一つできないし。男らしいわよ。何かあればあなたは命を懸けて愛する人を守る人。いや、嬉しいね、そういう風に言ってくれるの。だけど、それは決していいことじゃない。迷い、惑い、怯え、振り返り、足を引っ張り、そして共に倒れる。それでもいいじゃないか。負け犬の理屈じゃ。それが力になるよう努力しよう。それが人間ってもんだろ。欲張りすぎよ。人間だからね。私はあなたのためには死なないわよ。
俺だってそうだよ。そう言えるうちは安心ね。そうだな。俺たちならどちらかがミッションを終わらせるだろう。え？それが俺たちのなすべきことか。そうね。そろそろ開幕か。ん？フットボール？日本は春？いや、カレッジだよ。春と秋、2シーズン。へえ。レベルが低いわ。これでお客さんが入ってるのが不思議。 NFL と一緒にするなよ。たとえレベルが低くてもプレイヤーたちはカレッジのプライドをかけて激突するんだ。燃えるよ、結構。そうそいちはそういうのが好きね。まあね。高村カップの CM か。それは何？まあ俺とリサみたいなもんさ。アメリカから2校を呼んで、おのおのが日本の大学と組んで混合チームを作って戦う。基本は親善試合だけど、最近日本の学生もレベル上がってるからなかなか面白いよ。フロリダ工科大とノースカリフォルニア？